さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルのショーが、今日はですね、節電料理ということで、節電の、なんと、ちゃんこ鍋、節電ちゃんこをお送りいたします。これヤンバルの若鶏ということでね、これはヤンバルと書いてある通り、沖縄の鶏肉なんですよ。これすごいですよ。美味しいんですよね。まずこれからちゃんこ鍋ですね。鶏肉を使います。ちゃんこって鶏肉しか使っちゃいけないんですよ。知ってます？豚とね、牛はダメなの。お相撲さんの料理なんで、豚とか牛は四つ足でしょ？四つん這いになって負けちゃうということで、ね、鶏しか使っちゃいけなくて、鶏しか食べちゃいけないんですよ、お相撲さんはね。本当ですよ。昔から伝統的にそうなってる。で、これちょっと大きいじゃないですか。これ切ります。こんな感じでね。もう下味をつけなくても、まあ大丈夫。ちゃんこ味つきますからね。ということで、これをどんどんバシバシとこうやって、ハサミですよ、私ね。イギリスにいたので、ハサミなんですね。包丁を使いますけど、ハサミ、ほとんどハサミ。便利ですね。これ、この入れ物ね、これ、ホーローです。低温調理器使ってるんですよね。低温調理器便利ですよ。これ、今日は低温で料理するんじゃなくて、後から低温で温めますけれども、とりあえずね、バシバシ全部材料入れちゃって、材料バンバン入れちゃってね、投入して、電子レンジガガガガーンってやって、電子レンジで料理します。いつも電子レンジなんですよ。カレーも全部電子レンジ。早いですよ。もうすごい節電になるんで。で、まずこういう形で鶏肉入れましたということですね。そして鶏肉の次、これ。アイガムつみれ。アイガムですよ。京都のアイガム。すごいでしょ。贅沢ですね。これね。こんな感じでアイガム投入します。アイガム全部入れちゃいました。アイガムなかなか食べれないですからね。そしてですね、こちら。こちらソーセージ。バジルソーセージ、大人のなんか香りとか、なんか書いてありますけど、これですよ。これ。これ美味しい。ソーセージ入れるとね、すごい味よくなるんですよね。ちゃんこ鍋ね。お相撲さん入れてるかどうか知らないですけど、うちでは入れるってことですね。あ、ちゃんこ鍋しょっちゅう作ってるんですよ。全然開かない、これ。どうやって開けんのね。これ、なんだ、あれおかしいな。前より開けにくい、すごい。前こんな開けにくくなかったよね。どうしたの、これ。やだな。こういうのって嫌ですよね、なんだかね。開けました。ということで、ソーセージ、これも4本こうやって。ソーセージはね、すっごい出汁出るんで、美味しいんですよ。4本入れちゃうと。これ結構便利でしょ？これ。これでっかいんですよね。だからどんどんこうやって入れちゃうってことですね。そしてお豆腐、冷ややっこ。これ沖縄のお豆腐なんですよ。沖縄のお豆腐。沖縄の豆腐がすごいな、汁がね。沖縄の豆腐入れます。ちょっと待って。もう汁が。沖縄の豆腐。汁はすごい。ということで、沖縄の豆腐、こんな風にね、こう切って、まあ、適当にこうやって切って、このまま入れるってことですね。お豆腐投入。これナイフ。一応バターナイフみたいな感じで使ってます。そしてこれなんだかわかる？白菜。残念です。白菜ではありません。これチンゲン菜。これ全部入れないですよ。これ全部だったらすごい多くなっちゃうんで。片方だけね、ささっと洗って入れます。ちょっと待ってください。洗ってきます。チンゲン菜ね。チンゲン菜、洗って入れます。はい、お待たせしました。チンゲン菜こんな感じ、新鮮そうでしょ？すごいでしょ？ね、ピカピカ。チンゲン菜を入れ、白菜でもいいですよ。なかったらもうキャベツでも大丈夫。こういう感じでね。押し込んでいきます。こんな感じです。うわ、これでね、いいんですがですよ。次、椎茸。これ椎茸入れると本当にね、甘み出るしね、香りもいいし、出汁も取れますからね。椎茸入れます。ちょっと洗ってきます。椎茸洗ってきます。ほんと椎茸。ちょっと待ってね。椎茸洗ってきます。軽くね。はい、椎茸洗ってきました。椎茸。こんな感じでね。で、椎茸この石突きの部分ね。これ、これくらい入れちゃって平気ですよ。ただ、
ちょっと子供がいるんでね、丸ごとはどうかなと思うので、こんな感じで。椎茸ここ取っちゃって、硬い部分だけ取って入れます。1センチぐらい、1、2センチここ出てても全然平気ですから、美味しいですよ、ここもね。食べれるんで。椎茸出汁が出るんで、ぜひ入れてください。ということで、椎茸。椎茸管理 OK。さて、次、これね。これはね、子供が好きなんで、チーズはんぺん。これ子供が好きなんでね、こう入れるんですよ。入れなくていいですよ。ただこれ入れるとすごい膨らみます。すごくね。こんな感じで入れてきます。もうこれで全部かな、いいかな、OK だね。もう入れるのないんで。もうあとうどんがあるの、うどん。うどんはね、後で。うどんは、これ食べながら、うどん後で入れて、また電子レンジでチン。で、これ電子レンジでちょっとチンしてきます。5分ぐらいですね。チンしたところをまた戻して、また再開します。あ、ごめんなさい。チンする前に忘れてました。水入れなきゃいけないですよね。水入れないとこのまま、そう。焼きついちゃうんでね。水。これ、ミネラルウォーターです。うち浄水器で作ってるんですよね。自家製浄水器で。水いっぱい入れます。こんな感じでね。はい。ということで、こんな感じですね。はんぺんがね、あんまり上に出てると、はんぺん乾いちゃうんで、中に押し込んでいきます。中に押し込んでいくんですけどね、はんぺんね。中に押し込んでいきます。こんな感じでね。水にね、浸ってた方がいいんですよ、はんぺんはね。なるべくね。こんな感じでね。じゃあこれいってきますよ、電子レンジね。味付け後で、一回ね、チンしてから様子見ます。ということで皆さん、今電子レンジにね、一回5分でチーンってなって、まあ、自動なんでね、こうちょっとこう、それぞれのご家庭の電子レンジの大きさとかパワーで、わかんないんですけど、まあ、うちの多分600ワットなんですけど、まあ、5分でチーンってなったんですよ、自動でね。で、まあ、少しだけ火が通った感じなので、もう一回念のために鶏肉入ってるんでね、もう一回5分ぐらい、また自動でチーンってやって、間もなく、チーンっていう音がして完成ということになります。まあ、合計10分ですね。10分。でもこれね、ガスとかで IH クッキングヒーターとかで煮込んでいたら、もっとすごい時間かかるんですよ。多分30分、40分は平気でね、かかりますから、電子レンジで10分ってもう全然こう値段的にはものすごい安いですね。節電になるんで、まあ、やってみられるといいと思いますよ。まあ、電子レンジ嫌いだったらしょうがないですけど、電子レンジ大丈夫ですよっていう方は、まあ、おすすめの節電調理方法。あ、今完成しました。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。はい、こんな感じで出来上がりました。煮込まれました。まだね、完全にすごい煮込んでないので、もう今日は取ってます。で、こちらセットします。こちらね。これ何かというと低温調理器なんで、これすごいですよ。これ2000円ちょうどでね、アマゾンで送料込みで買ったの。今、ちょっと、はい、塩入れます。下がっちゃった途中ですいません。今、上がっちゃって3年近いかな。で、お醤油入れます。お醤油結構いっぱい。また後でね、味付け。で、うちお酒とかみりんとか入れないんですよね。子供がいるんでね。これで終わりっていうことで。で、これでですね、とりあえず蓋をして、で、スイッチ入れます。これね、いいんですよ。保温と弱と強ってあるんですけど、これ100ワットぐらいしか電気食わないんですよ。だから1時間使ってももうほんと数円なんですよね。で、これ1時間で完全に煮込まります、これ。すんごく美味しくね。だから蓋をして、まあ、とりあえず、スイッチ、今強にしましたね。強。あ、弱でいいかな。弱。あ、弱これ。弱で、まあ、このまんま40分前後でできます。もう完全に完成するんで。ということで、これでもう食べれます。これいいですよ。会社にね、例えば朝行くっていう時も、弱でカレーとか材料全部入れちゃって、電子レンジに一回かけて、で、ここに戻して、まあもちろん水とかちゃんと入れてね。で、煮込む用意をして、蓋して、弱で出かけちゃって大丈夫なんですよ。で、帰ってきて、で、もうカレーがね、できてるんですよ。低温なんでね、焦げることもないんですよ。で、これホーローなので、なんか、焦げてね、くっついてっていうことも、まあ、低温だからないんですよね。で、これ、すっごい便利ですよ。
このね、ホーローの容器、すごい便利なんですよ。これでパスタとかも茹でちゃってるんですけどね。電子レンジに入れて。ということで、まあ、出来上がりまた、お見せしますので、後ほど。はい、皆さんお待ちどうさまでした。45分ですね。煮込みました。45分間。ということで、こんななってます。お、すごいでしょ、ほら、美味しそうでしょ。で、ネギ入れ忘れた、ネギ。ネギ、すいませんね、ネギ入れ忘れたんで、ネギを追加します。ネギ入れ忘れました。ね、うちの子供がいるんで、ちっちゃい感じで切ったり、長いので切ったり。大人は長い方がなんかね、美味しい感じだから、ちょっと長めのも入れて。ね、短めの入れて、長めの入れて。交互にね、こんな感じでね。まあ、入れましたね。ネギ忘れちゃって。まあ、味は、15分もすればまた染み込むでしょうということで。まあ、これでもう出来上がれるんですよ。で、これ、これを最初に食べて、うどん入れてもいいし、お餅を入れてもいいしね。お餅でも美味しいですよ。お餅入れると。で、これ味見しながらね、まあ、ちょっと、甘い方がいいなと思ったら少しだけ砂糖を入れたりとか、まあ、しながら、これでまあもう出来上がりということですね。美味しそうですよね。すごいね。いいですよ。ものすごい。あ、ちょっと味見してみようか。ね。味見します。バーン。味見します。これで。この設定、ちょっとね、どうかな。ほう。こんな感じでね。ちょっとこれ、味見。あ、めっちゃ美味しい。いや、これは足見じゃなくなっちゃう、これ。どんどん。いや、美味しい。美味しい。あ、すんごい美味しい。あ、美味しい。倒れそう。美味しい。いや、美味しいですよ、本当に。いや、美味しいな。ということで、出来上がりです。皆さん、これ早いでしょ？電子レンジでやったらすぐ、あ、これいいですよ、これ。これどこのだったかな？アイリス大山だ。アマゾンで買いました。沖縄だから送料が他で買うと高いんですよ。アマゾンだと、プライム会員で入っている、プライム会員で販売してるアマゾン販売のは送料無料なので、これ激安の時買ってね、2080円とかだったかな。安いでしょ。送料無料ですよ。2080円。低温調理器。あんまり安くていいよ、いいから、2台買っちゃったんですよ。だってこのホーローの、この部分あるでしょ、これ。これすんごい役に立つの。本当に電子レンジにかけられるから。で、このまんま入れて、弱とか強とかでね、調理できるんですよ。ほっといて。これカレーとかめちゃくちゃ美味しいですよ。作ると。何でもできるんですよね。ということで、今日はですね、この低温調理器を使った節電料理をお届けいたしました。美味しいちゃんこですよ。節電ちゃんこということで、皆さん、また、お試しくださいね。美味しいですよ。いや、これないとできないかな。わかんないけど、普通の鍋でもできると思いますけど。ということで、失礼いたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。あ、これ見せた方がいい、もっと。見たい。見たいわけない。ごめんなさい。どうぞ。ということで、失礼いたします。